ディジェビットとはビットコインと同様にオープンソースのピアーツーピアー型プロトコルの下で運用されている暗号資産である。マイニングの高度な分散化と高速なトランザクションを特徴としている。ディジェビットはジャリットタテラによって開発された暗号資産である。ディジェビット及びそのプロジェクトにおいては広域かつ非中央集権的なシステムを有する高速で、 安全な暗号資産の実現を目標としている。DGB の総発行枚数は210億 DGB であり、これらは21年間をかけて採掘される予定である。また、他の多くの暗号資産と同様にパオを用いたマイニングプロセスが採用されている。d ェ b ットコミュニティはパオおよびユトックスを採用した暗号通貨としては最長のブロックチェーンとビットコインの40倍という 最速のトランザクションを誇ると主張している。DJBIT の技術的特徴として、セグウット、マルティルゴやディジェスピードと呼ばれる技術によって実現される高度の分散型のネットワークと高速なトランザクションを上げることができる。これらの技術以外にも IoT デバイスや人工知能と DJBIT の統合など様々な先進的なアイデアが提案されている。10月、 ジャリット・タテラのチームによってディジェビットの開発が始まる。1月10日、シングルアルゴリズムのパオアルゴリズムがローンチする。セキュリティに関する注意喚起を促すために、ジェネシスブロックには USA2DA のターゲットデータストールンフロムアップ 2110M カスタマーズのヘッドラインが使用されている。イニシャルコインオフェリングは行われず、0.5%のプレイマインが行われた。 このうち0.25%は掲示板経由での配布が行われ、残りは公式ウォレットの開発者、スタッフに配布された。2月28日リジェシルドのハードフォークが行われた。マルチプール及び51%攻撃に対する体制が向上した。また、このディフィカルティ調整アルゴリズムは、後に同追にやめにくいん他の主要な アルトコインにも採用されることになった。9月1日マルティルゴのハードフォークが行われた。これまでスクリプトのシングルアルゴリズムによるマイニングが採用されていたが、このハードフォークによって、社256、9ビット、スクリプト、グリーストル、スケインの5つのアルゴリズムが用いられることになった。12月10日マルティシルドのハードフォークが行われた。このマルティシルドは、 ディジェシルドを発展させた技術である12月4日ディジェスピードのハードフォークが行われたこのフォークではトランザクションの高速化を目的としており15秒という極めて短いブロックタイムを実現している3月マイクロソフト社がディジェビットを自社クラウドサービスであるアズールブロックチェーンアズエーサービスに追加した4月28日セグウィットのソフトフォークが行われる 主要な暗号資産としては初めてセグイットの実行を行った。これによってトランザクションの脆弱性やブロックサイズ制限問題の改善が実現した。第3四半期 iOS、Android 用ウォレットを正式リリース。第2四半期資産、トークン、スマートコントラクトなどあらゆる情報をリジェビット、ブロックチェーン上に記載。 発行することを可能にする d j z が稼働。DJBIT のマイニングトランザクションのための基本的なソフトウェアはビットコインコアのソースコードを基礎としている。また、ソースコードの一部はその他の暗号資産のソースコードからマージされたものである。デスクトップウォレットの GUI 開発フレームワークは QT である。DJBIT には概略で述べたマイニングの分散化とトランザクションの 高速化を達成するために以下に述べる複数の特筆すべき技術が用いられている。ジェビットのマイニングアルゴリズム2014年9月のハードフォークによって導入されたマイニングアルゴリズムである。これ以前のマイニングにおいてはライトコンのソースコードをベースとしたスクリプトのみによるマイニングアルゴリズムが採用されていた。マルティルゴにおいては スクリプト、シャマイナ十 -256、25キュービット、スケイン、グリーンストルの5種類のアルゴリズムを採用することで、高度な分散化を実現し、51%攻撃の脆弱性に対応した。新たなアルゴリズムの下では、順番に5つのアルゴリズムを用いて15秒ごとに、ブロック生成が行われる。なお、マルティル5自体は、ディジェビットチームによる開発ではなく、ミリアドコインの ソースコードの部分的なマージである。また、複数のアルゴリズムを用いたマイニング自体は、ハンターコインにおいて初めて実行されている。ディジェシルドは、ディジェビットチームが独自に開発した、ディフィカルティ調整アルゴリズムである。ディフィカルティ調整アルゴリズムは、ブロックチェーンのマイニング難易度を決定するアルゴリズムであり、決められた頻度で、ブロック生成が行われるように調整される。 例えば、ビットコインにおいては、10分に1回のペースで、ブロックが生成されるように2016ブロックごとに再調整されている。ディジェシルドの目的のとして、ハッシュレートの安定化を上げることができる。近年、マルチプールと呼ばれる報酬の最大化を目的とした、複数の暗号資産を切り替えながらのマインニングが、広く行われており、ディフィカルティ調整感覚が不適切な場合に、 発生するハッシュレートの不安定化が指摘されている。これはビットコイン型の調整アルゴリズムでは単純に2016ブロック分の平均生成の時間から新たなディフィカルティが決定さるためマルチプールによるハッシュレートの増減に対応できないためである。これを解決するためにブロックごとに調整を行うキモトグラビティウェルがメガコインの開発チームより提案され、 他の多くの暗号資産で用いられることになった。KGW では、ある定数に基づいて決定した範囲のブロックの平均ディフィカルティを用いて、次のディフィカルティを算出する仕組みになっている。しかしながら、KGW の問題点として、短時間でハッシュレートが大きく変動する場合に対応することができない点が指摘されている。ディジェシルドは、ブロックごとに、 ディフィカルティ調整を行う点においては、KGW と同様であるが、前ブロックの難易度と生成時間から次の難易度を決定する仕組みになっており、より迅速にハッシュレートの増減に対応することができる。その後、ディジェシルドの技術は24を超える主要なアルトコインにて採用された。なお、 その他の高度な調整アルゴリズムとして、ダークグラビティウェーブなどが提案されており、メイニクイン等の DJ シールドを採用していたコインの一部は DGW へと移行している。DJ スピードは、それまでの d j ビットのブロック生成時間を半減させ、15秒という高速のトランザクションを実現する技術である。ブロックサイズは1メガバイトから10メガバイトへと拡大され、 マイクロソフトリサーチによるブロック伝播のソースコードを取り入れることによってネットワーク効率の大幅な改善を実現した。また、このハードフォークの際に行われたマルティシールドの改良によって51%攻撃への耐性が大幅に向上し高速なトランザクションと高いセキュリティの両立が実現した。現在のアルゴリズムに対して51%攻撃を 行うためには5のマイニングアルゴリズムのうち1つのアルゴリズムで90%以上のハッシュパワーと残りの4つのアルゴリズムで51%以上のハッシュパワーが必要である。ありがとうございます。